はい、チャオ、あっちゃんです。今日11月19日土曜日、あっちゃんちの晩ご飯、明日鈴鹿行くからね、ちゃちゃっと食べられる簡単なもんで、子供ちゃんに何かって言ったら、もうホットプレートで鶏焼肉したいからまたしましょうっていうことで、ホットプレートで鶏焼きたいと思います。はい、でちゃっと焼いてちゃっと食べて、もうお風呂もさっと入って早めにね、寝ないと明日起きられなくなるからね。はい、明日ちょっと早く出たいんで、鶏肉全部一気にします。焼きます。このお野菜もここで一緒に焼いていきます。なかなかね、この辺の時味が変わるから、そう見えていいと思う。いいの？はい、なんかね、パターンが同じになっちゃうんだけどね、もう楽。チャッと切っといて、もうね、ホットプレートでボンってなるだけで焼けるからね。これできます。味ちょっと濃いですけどね。塩軽くね、塩コショウしたんだけど、ちょっと濃いめにしていきます。今回そのまま食べられるし、それであっちゃんと、食前の罪だから忘れねん、これいきます。ランパーさん、ランパーさん、よいしょ。鶏肉は楽やしね、ヘルシーやしね、焼いていきましょう。どんよりしてたから、首がずっと痛かったんだけどもね、まあ天気は仕方ない。明日も晴れるからね、いいけど、
回していきましょう。長いのがめんどくさい。一個一個長いのがね。いっぱいあって細かに切ったからめっちゃ裏返そうね。はい、もうそろそろ焼くそうです。取れてやろう。そろそろ焼けるよ。もういけるんじゃん。どっちどっち。今ね。焼けてもその間に出てるから、上見てたから。この辺焼けてるんだかな。はい、食べよう。ではいただきます。食べるよ。いける？うん、おいしい。ではいただき
いい感じだよ。いい感じに味ついてるわ。味もいい感じについてる。料理いや、子供に大人気な料理って子供に大人気な今も、もうすぐじゃん、もうすぐな、29年やと食べや、食べたら一緒に子供が食べましたけど、うん、ホットプレートってあれやね、うん、お皿に入れたら冷めちゃうけど保温できるからやね、やっぱ美味しい、熱いまま、一番温かいまま食べられるから、お皿に入れたらね、半分ぐらい食べたら冷めてくるね。うん、めっちゃ美味しい。似てるよ。食べなさい。ひかるが一生懸命ちゃんが見てない時にお皿にピーマンと人参を返そうとしてるね。あ、にもちゃんと食べな。あのちゃんそれがいいね、マヨかけて食べた方がいいから、うん、もうちょっとカフェ、小さいキノコだけでお母さん、キノコはいい、マヨかけたわ、マヨもっと食べて、まあいらんの、キノコはいいけど、ああ、ピーマンはあかん、ピーマンはピーマン抱えてるあ、もう何しんねん、人参食べられへんやろ、人参の下にあんねん、何ピーマン落とすの、はい、人参はあかん食べなさい、待って、キノコあんねん、キノコ食べられへんか、そんなよって聞いたらキノコ返したね、生きたピーマンやってんの、
るぞ。ピーマンいけんの？ピーマン輪切りしていける言ってんやん。今そんなキュウリだ。なんでやねん。人参はいけたん？キャベツから水が谷間に落ちた。冷った。あ、これいいんや。どこあるやん。これいいんや。これなんや。結構前にあったやん。グルーで前にあったやん。美味しいね。楽やし、結構安いしね、鶏焼肉は。ちっちゃいんだよ、麺の。でも、運転したのはやんな。うん？結婚するから。見てみたのがやだ。お前の、やな。中身がええ人でもない。多分車酔えへんのあかんやろ。今運転できんだから。80円、高くない？つけあめと黒毛和牛やからね、日本の牛使ってるからね。高いね、これね。どこかでな、ちゃうとこで食べる。牛は安いから食べるの。食べてくれへんから、あっちゃんがほとんど野菜から。なんか取り込んだっけな。いや、鳥じゃないわ。キロ、こんだけ。キロかよ。すごいな、これ。飛び出すへんで、なんか内臓とか出てくる。もうリアルで。肋骨。
からご飯めちゃ残ってんだよ。もういいの。なかった。あげんでもいいけど。どうしよう。でもどこだけな。お腹いっぱい食べといてもいいで。別に。でも炭水化物は一日食わなかった。うん、最後は食べんでよ。晩ご飯も取らんでいいね。あ、取らんで取らんで。ここは返したらあかんで、綺麗なところ返したらあかんから、そこはあかんが。食べるだけ食べて、2ラムだけ残しといて。じゃあ、ここだけか、うん。あれかける？そぼろかける？これだけでもいい。うん、こんだけ？いや。こんだけ。ここの。ん？ここだけ。これだけどうの？いや、これだけ。あ、頼む、ちょっといて。よかったらさ、明日おにぎりとかにできるやん。はい、ヒカルが気にしてこんだけしか食べへんとか言ってんね。違うで、そうかも。1日1回食わなきゃ。1日1回って、あなたパン食べてん。いや、昼1日3回食わなきゃ。夜は炭水化物抜いてもいいんで。あかん。おかずあんの？りょう、おかずあんの？カツのカカ美味しお腹いっぱいになってきた。今日もね、早くお風呂に入って寝ようかなと思って。5時ぐらいに起きようかなと思って、うん、6時に家出たら8時に鈴鹿つけるかなと思って、まあ8時ゆっくり行っても、もちろん遅くてもいいかな。でも渋滞はまったらね、ということで、たっちゃんの晩ご飯なんで終わりにします。ごちそうさまでした。今日も、ね、適当に作ったけど美味しかったよ。でね、家族でこうね、ホットプレートでこうワイワイやるのも楽しいね、やっぱり、うん、はい、ということでごちそうさまでした。ではまたね、バイバイ。